お母さんのすべてが気に入らない。家族だけで行くから、ババアは掃除してろ。はるみさんはいつもよりもひどい口調で、私をそう罵る。あまりの言葉に、ぐらりとめまいがした。はるみさんが計画してくれたという家族旅行。これまでいろいろあった私たちだったが、ようやくはるみさんも私を家族の一員だと認めてくれたのだと信じていた。そんな自分の選択が愚かだったのだ。期待を裏切られ、どん底に落とされた。何度も何度も苦しい目に遭わされた。それは決して許されていいことじゃない。徹底的に地獄に落としてやるため、復讐プランを練った。私の名前は近藤優子、58歳の主婦だ。夫の明彦と長男夫婦と暮らしている。私たち夫婦の間には一人息子がいて、長男の陽介はすでに結婚していた。長男夫婦と私たちは一緒に暮らしている。明彦はだいぶ体が衰えてしまい、要介護状態だった。明彦の介護をしつつ仕事を続けていくのは難しいと思っていたし、正直、長男夫婦が一緒に住んでくれてありがたかったし、安心していた。けれど、いいことばかりではなかった。私の悩みの大半を占めるのは、長男嫁の晴美さんとの関係だ。婚約者として、陽介から彼女を紹介された当時は、いい人そうな女性だな、という印象を持っていたのだが、いざ長男夫婦が結婚し、同居を始めてみると、はるみさんはずうずうしく、そして身勝手な性格だということが分かったのだ。今日もはるみさんの行動に腹が立っていた。仕事から帰ってきて明彦の様子を見ると、どうやら食事も与えてもらっておらず、着替えもできていないようだった。私は仕事で疲れている体に鞭を打って、明彦に食事を与え、お風呂に入れ、寝かしつけてやらなければならなかった。本来、この仕事は専業主婦である晴美さんや、仕事が見つからず、家でのんびりしているだけの陽介がするべきことだ。しかし、長男夫婦は、介護はおろか、家事の一つも手伝ってくれず、毎日、仕事から帰ってきた私が、明彦の介護も、家事もやらなければならなかった。お前には、迷惑ばかりかけているな。本当にごめんな。うまく回らない口で明彦がそう謝罪する。その言葉に胸が痛んで仕方がない。明彦は悪くないわ。気にしないで。努めて優しい声でそう伝える。悪いのは家にいながら全く何も手伝おうとしない長男夫婦だ。長男夫婦がなぜこんなにも家のことをしないのかというと、その原因は晴美さんにあった。同居を始めた当初は、まだ陽介も仕事をしていて、晴美さんは専業主婦だったので、すべてとは言わなくても、明彦の介護や家事の一部を手伝ってもらいたいと伝えた。しかし晴美さんは、首を横に振ったのだ。どうして私が介護なんてしなきゃいけないんですか？そういうのって、お母さんの仕事ですよね。晴美さんの言葉に、思わずめまいがしたのをよく覚えている。私は仕事の都合で8時間以上家を空けることになる。その間、明彦の面倒を誰も見ないのは絶対に良くないことだ。嫌がる晴美さんに、そこをなんとかとお願いしたが、ついぞ晴美さんはうなずいてくれることはなかった。最初のうちは仕事を辞めて介護をしようと思っていたが、それからほどなくして、陽介がリストラされてしまった。結局、今家計を支えているのは私だけだ。つまり、私が仕事を辞めてしまえば、明彦も長男夫婦も路頭に迷うことになる。大切な家族を苦しい目に遭わせるなんて、私自身が許せなかった。はるみさんはそれだけに飽き足らず、陽介にまで同じことを強いた。陽介は、初めこそ、
俺は仕事もしていないし、介護くらい手伝おうか。と言ってくれていたのだが、そんな陽介を晴美さんが叱ったのだ。介護も家事も全部お母さんがやるべきことよ。それなのにできないって言い出すなんて、あまりにも無責任。そんなことを許しちゃいけないわ。晴美さんの言葉に、陽介は初めこそ戸惑っていたが、だんだんと晴美さんの言い分が正しいと思い始めてしまった。さらに晴美さんは、仕事なんてしてなくても生活していけてるんだから、無駄な努力なんてしない方がいいわよ。と陽介に言い、就職活動さえ辞めさせてしまったのだ。晴美さんは気が強い性格で、陽介の話いわく、ずっと前から俺の道しるべになってくれているんだ。とのことだったので、陽介はそんな道しるべである晴美さんの言葉をまんまと信じ、就職活動すらやめて、今は家でのんびりしているだけ。もちろんのことながら、家事も介護も一切手伝わない。そんな生活、許せるはずがない。私はこれまで何度も、就職活動を再開してほしいとか、せめて、介護や家事は手伝ってほしいと伝えてきたが、その度に晴美さんが、陽介さんを駒遣いにしようとしてるんですね。自分が介護も家事もやりたくないからって、卑怯です。と、まるで私のことを悪者かのように扱ってきたのだ。晴美さんのことを心から信頼しきっている陽介は、そんな晴美さんの言葉を鵜呑みにし、私に冷たい視線を向けるようになった。母さんがそんなひどい人だなんて思わなかったよ。がっかりした。そう言われた時には、本当にショックでたまらなかった。私は家族のことを思って、家族のために行動しているのに、その気持ちは、陽介には一切届かなかったのだ。どこから間違えてしまったのだろう。少しでも、生活が楽になるかもしれないと、長男夫婦の同居を受け入れ、甘えようとしてしまったのが、いけなかったのだろうか。でも、本当に当時から、毎日大変だった。介護というのはそれなりに心にも体にも負担がかかる。日に日に弱っていく明彦を見て気が気じゃない気持ちだってあるし、もし私の体すら動かなくなってしまったらという不安もあった。長男夫婦と同居すればそれも解消されるかもしれないと浅はかな期待をしてしまったのがいけなかったのかもしれない。でも同居を提案してくれた長男夫婦には本当は心から感謝していたし、その気持ちは今も持っている。ただ、こんな生活を強いられて、肉体的にも精神的にも参ってしまっているのも本当だ。一緒に住む人数が増えた分、家事もそれなりに大変になった。それを全て一人で担うのはあまりにも無理があるのだ。少しでも手伝ってほしいというのは、そんなにも、わがままなことなのだろうか。私の言い分が間違っているのだろうか。私がもっとちゃんとしていればそれで済む話なのだろうか。正解が全くわからず、ただただ疲弊していくだけだった。そんなある日、リビングでくつろいでいた陽介から、晴美さんが家族旅行を計画しているという話を聞いた。どうやら晴美さんのご両親から飛行機のチケットをもらったそうで、その期限もかなり迫っているからこそのことだったそうだ。家族旅行でもすれば親父も元気になるかもしれないし、お袋は毎日頑張ってるからストレス発散も必要だろう。その言葉にじーんと温かい気持ちになった。てっきり晴美さんは私たち夫婦のことが嫌いで、一緒の家にいることすら嫌なのかと思い込んでいたが、どうやらそうではないようだ。晴美さんが予約してくれているという旅館は、バリアフリーが充実していて、秋彦も連れて行けそうだ。わざわざそういう旅館を探してくれたらしい。いつもは見れないような気遣いのできる一面に、思っていたよりも晴美さんは優しいのかもしれない、と期待してしまった。でも、その期待が無駄だったとわかるのには、そんなに時間がかからなかった。いざ、旅行に行く日の当日、前日からワクワクして準備をしていた私を見て、晴美さんが
クスクスと笑っているのが見えた。年がいもなく楽しみにしている姿がそんなにもおかしかったのだろうか。なぜ笑われてしまったのかわからず首をかしげていると、はるみさんが笑いながら口を開く。お母さんのすべてが気に入らない。家族だけで行くからババアは掃除してろ。いきなりの言葉に思わずえという声が漏れた。家族だけで行くのに私は掃除？それって私は家族じゃないってこと？あまりの態度や言葉に立っていることすら辛くなる。そんな私を見て晴美さんはざまあと笑った。もう限界だった。こんなにも私をコケにし自分勝手な振る舞いを続けた晴美さんには天罰を落とす必要がある。だから私は徹底的に地獄に落としてやるため復讐プランを練った。はい、楽しんできてね。私がそう言うと晴美さんはさらに笑い出す。あ、いいんですか？よかった。元からお母さんの分は予約してないんです。お母さんが無理にでも来たいって言い出したら野宿してもらうことになってたかも。その晴美さんの発言に思わず大きなため息が漏れた。晴美さんには最初から私を旅行に連れて行くつもりなんてなかったのだ。私が家族じゃないから、私のことが気に障るから、大方そんな理由だろう。私は家族として晴美さんをはじめ長男夫婦も明彦のことも大切に大切に守ってきたつもりだ。だけどその気持ちを受け取ってくれたのは夫である明彦だけだった。優子、大丈夫か？病気のせいで意識がはっきりしていない明彦もこの場の空気が重苦しいものになっていることには気づいたようだ。その声には不安がにじみ出ていて、かわいそうでたまらなかったので、大丈夫よ、と、できる限り明るい声色で答える。それでもまだ、明彦は不安そうだった。明彦は旅行に連れて行ってあげてもらえるのよね。私がそう問いかけると、晴美さんは、もちろんですよ。お父さんはれっきとした私たちの家族ですから。と言った。明彦だけでも気分転換ができるなら、それはそれで悪くはない。なら、行ってらっしゃい。私は言われた通り、掃除でもして待ってるわね。にっこりと笑みを浮かべながら、そう言う。晴美さんはそんな私の言葉に、聞き分けが良くて助かります。と笑っていたが、そんな私たちの様子を傍観していた陽介が、母さん、本当にいいのか？今からでもどうにかなったりするんじゃ、と心配そうに間に入った。しかしそんな陽介を、晴美さんはきっと睨み、陽介は黙ってて、これはいつも私をいびるお母さんへの復讐なんだから、と叱った。晴美さんの言葉に従順な陽介は、あ、わかったよ、と言ったっきり黙ってしまい、それ以上言い返すことはなかった。それからほどなくして、家を出る予定とされていた時間になった。飛行機の時間に間に合わなくなってしまったらいけないので、長男夫婦と明彦は慌てたように家を出て行った。私は彼らを笑顔で見送った。まさか、ここで泣き寝入りをするような私じゃない。とっておきの復讐プランが私の中にはあったのだ。そしてそれを決行するために彼らを笑顔で見送っただけに過ぎない。さあってどうしてやろうかな。どうせなら徹底的に地獄を見るようなそんな末路を巡らせたいものだ。そう考えながら一仕事始めることにした。まず私は徹底的に家を掃除することから始めた。一度家具をすべて庭に出す。今まで家具の下敷きになっていた床のあたりとか、それはもう、埃がすごいのだ。正直に言って、すべて運び出すのに半日ほどかかったが、どうせ長男夫婦が戻ってくるのは一週間後だ。私はそれに合わせて有給も取っていたし、一週間丸々使って復讐ができると思うと、全然いいと思えた。家具をすべて運び終えた私は、
それから4時間ほどかけて、家中の至るところに掃除機をかけた。かなりの量のゴミが出てきたので、何度かに分けながら、どの部屋もかけ終わると、息を吐き、今度は家中を雑巾がけした。ここまでして、1日目は終わった。ベッドなどの寝具も、すべて外に出してしまったので、床で雑魚寝をした。どうせ私一人しかいないのだから、細かいところを気にしたら負けだし、誰にも気遣わず床で寝転べるというのも意外と良かった。2日目になると、掃除しきれなかったところを掃除しつつ、とりあえずの拠点探しをした。ちょうど、あまり離れていない距離のウィークリーマンションが空いているようだったので、そこでお世話になることにして、今度は家具を運んでくれる業者探し。これも幸いなことに、時期が微妙だったこともあってか、明日中に家具を運んでくれるという業者が見つかった。その間に、とにかく家具をきれいに磨く。この家具はすべて私が買ったもの、つまり私のものだ。長男夫婦の手に渡ることなど絶対に許されない。だから何があっても持ち帰ってやるという気持ちだった。家具も家も見違えるほどきれいになった。家具は新品同様なほどに、家は新築同然と思えるほどに。今すぐできることをやり終えると、一度ピカピカの家の中を歩き回り、思い出を振り返ったりした。この家には長いことお世話になった。確か購入したのは私の仕事が軌道に乗り始めた頃だったか。当時はまだ明彦も元気で仕事をしていて、これから先も夫婦ともども支え合っていこうと話していたのを覚えている。陽介が生まれ育ったのもこの家だ。歩き回ってみると思い入れのある痕跡が残っていた。あれはあの時の、これは、と考えながら歩いているだけで、感慨深い気持ちになった。けれど、この家とも、もうお別れだ。新しい人が住むのか、取り壊されてしまうのかはわからないが、きっともう二度と、私がここに戻ってくることはないのだろう。その日は、家への思いを馳せながら眠った。きれいに磨かれた、自慢の我が家を離れることが寂しく思えて、涙がこぼれてきたが、これも復讐のため、必要な別れだ。翌日になると、業者が家にやってきた。契約しておいたウィークリーマンションに運んでもらい、それと同時に私も家を出た。それから不動産屋に連絡し、家を売却したいことを伝える。すぐに査定に来てくれて、家の値段が決まった。築年数がかなり経っていたせいか、購入した時よりもかなり安い値段になってしまったが、正直それはどうでもいい。家を売却することが私の第一目標なのだから。不動産屋にこの先のことはお願いし、ウィークリーマンションで生活しつつ、新しい家探しを始めた。バリアフリーがついていて、近くに介護サービスをしてくれる会社があって、それ以外にも便利な施設があるようなマンションを見つけた。これなら、秋彦も快適に住むことができそうだ。その日のうちにオーナーに連絡すると、ぜひ内覧に来てほしいと言ってもらえたので、急いで支度をし、現地に向かった。ネットの画像で見たよりも綺麗なマンションだった。現地に着くと、オーナーと不動産屋の人がいて、丁寧にいろいろと説明してくれた。以前まで住んでいた家に比べれば、当然狭くはなるのだが、それでも十分に暮らせていけるほどの広さはあった。それに今度からは夫婦で住むのだから、長男夫婦の分は考えなくてもいいわけだし、オーナーと不動産屋の人の態度もとても良かった。この人たちになら信頼して任せることができると直感で感じた。その場で前向きに考えていると伝えると、格安で貸してもらえることになった。こんな機会、逃すわけにはいかない。すぐに契約することを決めると、オーナーはかなり喜んでいた。明日にでも引っ越すことができるというので、明日、家具などの荷物を運び込むことに決めた。まるで私の復讐を応援するかのように、物事はトントン拍子で進んでいった。こんなにもうまくいっていいのだろうかと、自分でも疑ってしまう。でも、本当に何もかも、いい調子だったのだ。
自分の復讐を肯定されているような気がして、とてもいい気分だった。そしてこのままきちんと復讐をやり遂げようと覚悟をしっかり決めることもできたのだ。長男夫婦と秋彦が旅行に出てから1週間が経った。彼らが帰ってくるための飛行機の時間は知っていたので、車を走らせ空港へ向かう。空港で彼らを出待ちしていると、晴美さんがいち早く私の存在に気づき、お母さんじゃないですかと笑いながら近寄ってきた。旅行に行けなくて寂しかったんですか？どうせなら空港のお土産だけでも買っていきます。お母さんの分のお土産は買ってないので、と舐めた態度を取る晴美さん。その言葉に、結構よ、お金の無駄だから、と答えると、晴美さんは、生意気ですね、と苦虫を噛みつぶしたような表情を浮かべていた。そんな晴美さんにある提案をする。秋彦なんだけど、ここで引き取ってもいい？連れて行きたいところがあるの。私がそう言うと、晴美さんは、えっと首をかしげたが、すぐににっこりと笑い、いいですよ、お母さんは旅行に行けなかったから思い出がないですもんね。せめて空港だけでも夫婦の思い出を作りたいですよね、と、とことんこちらを笑うような態度をとってきた。以前の私ならこんな態度に苛立っていただろうが、もう今の私には晴美さんの一言一言が全く気にならなかった。だって復讐劇はもう始まっているから。そのまま長男夫婦と別れ、秋彦を連れて新しい家に向かう。秋彦は全く違う行き先に戸惑っていたようだったが、私のことを信頼しているのか身を任せてくれた。新しい家に連れて行き、今後のことを説明すると、それが優子の決めたことなら、とついていく意思を表明してくれた。さすが私の夫だ。あと30分ほどすれば長男夫婦が元我が家に着く頃だろうか。当然ながらもう売却され、おそらく鍵も付け替えられているので、家に入ることはかなわないだろう。長男夫婦が混乱する姿を想像して思わず笑みが漏れる。その時を楽しみに待っていれば、ほどなくして晴美さんから電話がかかってきた。お母さん大変です、家に入れなくなってるんです。電話の向こうで焦ったように騒ぐ晴美さん。そのさらに向こうでは、陽介が必死になってドアを開けようとしているような声が入っていた。お母さんたち一体どこにいるんですか？早く帰ってきてください。現状が受け入れられないのか、焦ったようにそう言ってくる晴美さん。計画通りと笑うことしかできなかった。それもこれも全部私が企んでいたこと。晴美さんや陽介といった私たち夫婦を陥れ、不義理を働く人たちへの天罰だ。悪いけど帰ってこないわよ。だってその家もう私たちの家じゃないから。私がそうきっぱり言うと、晴美さんは一体どういうことですかと怒鳴る。何も知らない哀れな彼女に今起きている出来事を一つ一つ丁寧に説明してあげた。いい？私はね、あの家を売却したの。掃除もしなきゃいけなかったから骨が折れたわ。今私と秋彦は新しい家にいるの。まさか一週間のうちにここまでできるとは思わなかったから、ラッキーね。そんな、一人で勝手にそんなことをして許されると思ってるんですか？私たち家族なのに。家族じゃないと言って私を置いていったくせに、自分の都合が悪くなれば私を家族として扱って、どうにかして自分本位の結末に持っていこうとする傲慢さ、本当にずる賢く、そして自分勝手な人だなぁと大きなため息をつくと、それに驚いたかのように晴美さんが、一体何なんですか？言いたいことがあるなら言ったらいいじゃないですか、と焦ったようにまくし立ててきた。せっかく聞いてくれたのなら答えてやるのが義理かもしれない。そう思った私は思いの丈を返してやることにした。家族？甘えたこと抜かしてるんじゃないわよ。あんたが勝手に私のことを家族から省いたんじゃない。家族じゃないから旅行に連れて行かないなんて言い出したのはどこの誰？あんたでしょう。
それなのに助けてほしい時は家族扱いするなんてあまりにも都合が良すぎると思わない？人に養ってもらっておきながら本当にずうずうしいわね。私の言葉に晴美さんは言い返してくる。そんなひどいこと言わないでくださいよ。私たち本当に困ってるんです。お願いします、助けてください。その声は焦りと不安がにじみ出ている。心から私たちに助けを求めている、そんな声色だ。以前までの私なら家族として手を差し伸べたかもしれないが、電話の向こうの彼女は家族ではないので助けてやる義理はない。悪いけど諦めてちょうだい。もうあなたに何を言われても心が動かないの。それくらいあなたのことを見放してるってことよ。どう頑張っても無駄だから。そう言って私は電話を切った。すると晴美さんと陽介から何度も鬼電がかかってきたり、メッセージが送られてきたりした。あまりにもそれがうるさかったので二人の連絡先をブロックした。二人は私たちの引っ越し先を知らないので向こうからコンタクトを取ることはもうできないが、私の方は親戚伝いに二人の現状を知ることができた。家を追い出されたことにより長男夫婦はそれはもう大喧嘩。晴美さんは陽介とこれ以上一緒にやっていけないと感じたのか、その日のうちに離婚を切り出しご実家に帰ってしまったそうだ。けれどそんな晴美さんの行動にご両親は大激怒。家の敷居はまたがせてもらえず追い出されてしまったらしい。ならばと陽介に合流しようとしても、陽介はもうすでに離婚届を提出し新しい引っ越し先を見つけてしまっていたため、連絡を取ることすらできなかったようだ。陽介は自分の行いを後悔し、親戚伝いに私たちの様子を聞いたりしているらしい。親戚にはすでに私が根回ししていて、こちらの情報は一切渡っていないが、純粋に私たちが元気にしているのか心から心配しているようだ。陽介のしたことは決して許されるべきではないことは分かっている。だけど自分の意見に従って行動すれば晴美さんに叱られてしまい、思う通りに動けなかったことには同情していた。もう少し様子を見て陽介が心から反省しているようだったら、もう一度家族としてやり直すのもありではないかと思っている。そのためにも今は私たちからは何もせず、親戚伝いに陽介の様子を伺うだけにとどめておこうと思う。できるなら家族としてまた新しい一歩を踏み出したい。そのためにも注意深く、そして母親として陽介のことを見守っていきたい。